が通じるけどキャラが濃すぎるとか、いい加減接客に慣れたと思うやんか。確かに度胸はついたのだが、未だに見かけただけで心臓が高鳴るお客さんもいる。それが…テイマテン！はい。これ、ください！はい！子供！やだ、すいません、税別って書いてありますね。カルオ、大丈夫？ごめんごめん。いや、こちらこそ分かりにくくて申し訳ありません。はい、これでもう完全にお客様のものです。ということが先ほどありまして。